12月6日午前中の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて61円19銭高い 23,361 円28銭でした。 0.2% の上昇です。トピックスはマイナスでありまして 0.19 ポイント安の 1711.22、まあ、マイナスではありますけども 0.19 ポイントですからほとんど昨日の終わり値と変わりがありません。新興市場マザーズ指数は昨日に比べ 3.2 ポイント高の 905.57、 反発です。そして日経ジャスダック平均が昨日に比べて5円と20銭高ということで、日経ジャスダック平均は前場の段階では実に11日続伸ということになりました。ジャスダックの強さが目立っています。日経平均株価225の方ですね、こちらの冷やしチャートをご覧いただきましょう。日経平均 23,500円手前で足踏み状態が続いています。昨日アメリカ株が小幅高していますし、日本の中では経済対策が昨日決定されたということで、まあ、どちらかといえばポジティブなムード、買いムードが優先です。ただ今夜アメリカの雇用統計控えているということで、東京市場では積極的に上値を追う動きには至っていません。午前中の段階では61円高でした。こうした中、物色動向としてはやはり経済対策、特にインフラ投資関連で恩恵を受けそうなセクターが買われています。今日の東京市場で買われていたのは鉄鋼ですとか建設株です。建設株1812カジマのチャートです。カジマは昨日の閣議決定を受けて、こちらですね、昨日から断続的に資金が流入していまして、昨日は大きな陽線をつけてオレンジ色の線、25日移動平均線を上抜いて終えました。今日も引き続き資金流入、1511円で午前の取引を終えています。まあ、一方でこのところやや為替が円高方向に触れているというところがあるんでしょうか。今日は自動車株がやや冴えない動きとなっています。例えば7270スバルです。昨日も売り物に押されて陰線をつけて下落しました。そして今日も引き続き売り物が出ていまして、午前中の段階で陰線で引けて2820円50銭で終えています。自動車株ですとか機械の一角は今日午前中の段階ではやや冴えない動きでした。以上、全引けの模様を東証アローズからお伝えしました。